する7個の習慣を紹介します。まず大自然と接着する。緑を見たり動物を触ったり、全部自然のと接着になる。3番目は動く、軽く運動、自分好きな運動。動いたら辛いのじゃなくて、動いて楽になる、気分が楽になるの運動。昼寝しばらく、15分20分くらい寝る。そして目覚めたら、あ、すごいすっきりになる。本当の自分がやりたいこと、人が言われるじゃなくて、自分がやりたがるのことがやる。あ、自分のエネルギーと外のエネルギーがつながってる。例えば家はぐちゃぐちゃで、低いエネルギーが低い人です。だから家の整理、断捨離がとっても大事です。もしあと携帯があまりいじないように、たくさんの情報入ると人が疲れる。完全に携帯いじない時間が決まって、本当の周りの世界を関心を持つ。最後、最も重要なは自分の責任持って行動する。すべては人のせいにするじゃなくて、全部自分がやる。自分が責任持ってやりたいことをやります。それで全部やったらエネルギーがアップすることができる。やってみましょう。